すべすべチャンネル、はい、ということで今回は、グランプリシリーズのカナダ大会の、見どころを皆さんにお伝えしていけたらなと思います。まず男子なんですけど、ケイジとソータ。ケイジ君の今シーズンのプログラム、ショートが確かエヴァンゲリオンの曲で、フリーがなんかザ・ケイジみたいな曲で、どっちもすごく好きなんですよね。ケイジは最近さらにジャンプの質良くなったんじゃないかなと思うんですよ。だからもうあとは本番でもう決めるだけっていう、いやそれがむずいねんっていう、それできたら誰も苦労せえへんねんっていうやつやねんけど、でも自信ないわけではないと思うんだけど、やっぱね、こうフィギュアってすごいこうメンタルとの勝負なところもあって、例えば朝の公式練習とかですんごく調子いいってなっても、じゃあいざ本番始まって飛ぶジャンプに飛ぶ瞬間に飛べるかなって一瞬迷いがあっただけでジャンプ失敗しちゃったりとかするぐらい、本当にメンタルに左右されるスポーツやから、逆もしかりなんですよ。公式練習で調子悪かっても、いや大丈夫いけると思って思いっきりいったら飛べたりとかするので、本当に自信を持っていけば絶対、特に今シーズンはプログラムもすごくいいと思うので、自信を持って頑張ってほしいなと思います。でソータ、そうちゃん、こう怪我とかそういうのがこう長く続いてしまって、本当にこう苦しい時期を過ごしてたんですけど、怪我って言ってもやっぱ骨折とかなかなかその治りにくい、で氷離れる時間も長い、で氷乗ったらまた怪我しちゃってって、普通やったらもう心もう折れますよ、もうやめよっかなって、もうそんなにスケート、頑張ってもさ、もう意味あんのかなみたいな、やってもおかしくないんだけど、でもやっぱりそのしっかりこう逃げずにというか向き合ってここまで頑張ってきて、やっぱこのグランプリシリーズに出てるっていうことをね、一番しんどいのってやっぱ自分を奮い立たせるっていうのがやっぱり一番精神力使うんですよね。この弱ってるけど、あかん、ここで頑張らなあかんって、こう自分でこう気持ちを盛り上げてやっていかなあかんから、なんかやっぱそれをここまで、4回転もね、トウとサルコかな、2本しっかり戻してきてやってきたっていうのはほんますごいから、そうちゃん頑張って、ほんまにめっちゃ応援してる。他の海外選手で言ったらネイサン・チェンね、アメリカ大会とカナダ大会はもう2戦続きでしんどないんかなっていう、多分学校の関係なのかな。またすごいよね、2戦連続でグランプリシリーズ出たことないな。なんか昔インターハイと国体とか結構間隔短くてこう立て続きに試合とかあったことはあるんですけど、国内の試合でもいやまあしんどかったから、またその海外でねこう移動とかなって、なんかそういうところの調整とかもいやすごいよね。なんかちゃんと計画的に物事をこう進められるっていう感じがなんかすごいなと、大人やなって感じです。あ、ジェイソンね、あれフィンランドかな、フィンランドの大会最近動画で見て、もうねショートもすごいかっこいいんですよ。でかっこいいけど、もうなんかジェイソンしか滑られへんみたいな、圧倒的説得力みたいな感じの、なんか最後ショートの終わりになんかちょっとこうくねくね踊るとこあるんですけど、なんかそういうところもなんか全部かっこよく見えちゃうみたいな、なんかもう安定してステップ上手やし、もうルールとかもうそういうの全然関係なく、アイスショーとかなんかもうそういうのとかでも、もう一生見てられるって言ったらなんかちょっと失礼なんだ、一生見てたいっていうぐらい、なんか
すごいな、でも氷のもうなんかもう、なんかもう、柔らかさとか、もうほんまに、国際スケート連盟のもう新しいルールとして、もうジェイソン・ブラウンは、あの演技構成点はもう、いつも全選手の中トップにしますっていうルールをちょっと新しく作ってほしいなというぐらい、あの個人的にはものすごく好きです。メッシングね、キーガン・メッシング、カナダの坂本花織みたいな、もうすんごい滑る。最初のまあ4回転ルッツかトリプルルッツか行くまで、そのスピードで突入して大丈夫っていう、まあ、結構こけるときもだからあの豪快にこけるんですけど、いや大丈夫そうみたいな、そのスピードっていうぐらい、もう すごいなんかあの大腿四頭筋 すごいねっていう、なんかもうエンジン乗っかってんかなっていうぐらいすんごい、もうスピードがすごい、アクセルとかもなんか見てるこっちが怖くなるぐらい、もうなんかスピードジャンプ行く前のこの前に入っていくスピードがすごいからちょっとドキドキしちゃう。なんか彼も結構そのジャンプ決まったら出来栄え点でグッてこう伸びてくるから、ショートでも最近でもやっぱ90点以上出してるし、多分結構その瞬発的な力を出すスケーターなんで、フリーでいうこの持久的にこうなんていうの 70-80% をまあ4分でちょっとずつ出していくっていうのがそこまでこう得意じゃないから、フリーはねまだまだ全然伸びしろがあるんじゃないかなと思います。次あの女子なんですけど、日本からは樋口さん、川辺さん、若葉ちゃんはいいね、いいと思う、もう今シーズン特に。決まったいいと思う。やっぱその4年前ピョンチャンオリンピックに行けなかった思いっていうのがあのどの瞬間からもすごい感じられるというか、演技中もそうやし、やっぱりその練習してる時とか、なんかそういう時とかとこからからもなんかあの絶対うちオリンピック行くでみたいな、ついでギアみたいな、東京の子なんで関西弁ではないんですけど、オリンピック行くでみたいなその強い気持ち、やっぱそれがやっぱ出てるっていいですよね。すっごくいいと思うね。プログラムもすごくいいし、ライオンキングもなんか前そのピョンチャンの時は007曲だったんですけど、最初そのピョンチャンシーズンも007で滑るって聞いた時、やっぱ007といえばちょっとユナキムさんのイメージがあるんで大丈夫かなっていう、そのメインの旋律、主旋律のこのチャラチャチャラチャの部分で果たして4分滑れんのかなって思ったんですけど、やっぱその編集の匠というか、やっぱ曲もすごいその007の世界観の中でもフリーとしてその使うあの曲のチョイスがすごく 上手というか、最後そのアデルのスカイフォール持ってきたりとか、でライオンキングも結構そうで、その曲 そのライオンキングもいろんなその曲ある中でうまくその曲の編集ができてるなっていう、ライオンキングって聞いて多分みんなこの曲は想像しなかったと思うんですよ。名作、まあ、その選手一人から生まれる名作ってそんなにやっぱ多くないと思うんですよ。007もすごく良かったし、ライオンキングもやっぱすごく良かったし、やっぱすごく曲のチョイスがいいなっていう風に感じました。川辺さんね、川辺さんはそのまだ高校2年生か、なんかトリプルアクセルがね、まあ、やっぱどこまで決まってくるかっていうところがやっぱポイントだと思うんですけど、ショートからトリプルアクセルやる選手だけで6人いるから、だからもう確実にショートでトリプルアクセルを決める、またはもうミスの少ない演技にしないとやっぱ表彰台はなかなか難しいっていう風になってきますよね。外国人の選手なんですけど、ワリエワかわいすぎんか、ちょっと
とかわいい、ま、あんな甘くてあんな可愛くてちょっとなんか一個ちょうだいって思っちゃうね。あんな4回転も飛べて手足も長くてスピンも上手で踊りも上手で可愛くてなんか一個分けてほしいな。ほんまに彼女も今シーズンとか4回転サルコーフリーに入れてきて、昨シーズンまでは4回転2本やったんかな、トーループ2本やってんけど、でしかもフリーにもトリプルアクセルも入れてきてるから、いやすごいですよ。まあ、トゥルソワもそうですけど、ワリエワもあんな細いのに、いやなんでそんな飛び上がれんのみたいな、軽いから、まあ、飛べるっていうその原理では間違ってはないと思うんですけど、とはいえやっぱり脚力とかもいるわけじゃないですか。でプラス4回転4本3本飛んでトリプルアクセルも飛んで、体力どうなってんのっていうね。ただでも僕初めてワリエワ見たんがピョンチャン終わった後のシーズンぐらいだったんですよ、2018年ぐらいって。でその時に滑ってたそのショートプログラムを見て、あのこの子多分次のオリンピックめちゃくちゃ絡んでくるやろうなって思ってたんですよ。ただこんなに4回転飛んでると全く思ってなかったです。全部こう手上げてるんです、こういう風に。僕も最近実はその手上げてジャンプ飛べるようになりまして、なんか自分でなんか飛んでて手上げるところの、なんかその手上げて飛ぶところのいいところは、基本的にこういうふうに手上げていくんで、結構体がこうひねりやすいというか、体がこうひねりながらこう持っていきやすいなと、こう腕でこういうふうに締めるよりかは、肩の位置がかなりこうひねった状態でこう入ってくるから、その分その回りやすいかなっていう。でやっぱその腕こう上げてると空中で結構このまっすぐを意識しやすいから、なんか回転軸がなんていうの、取りやすいというか、その腕でやるよりもこっちでやる方が、あの回転軸はあの取りやすいかなっていうのは。だから逆にその手上げてその飛んでるのすごいなと思うんだけど、彼女たちからしたら手上げてる方が飛びやすいから、多分そうしてるんじゃないかなって思いますね。そう、ここのただ手上げてやる時の一番ダメなとこが、その手掴めなかった時、なんか時々あるの、手掴むあってなる時がちょっとあって、あと手掴む位置、僕は結構ここを掴んだりとかするんですけど、慌ててジャンプ飛んだりするすんごい端っこつまんだりとかする時あるんですよ。そうすると空中でもう軸がもうこんなん空中でもうずっとうわーって、やっぱここをしっかり掴んでおかないと、もう、もうほんまにうわーって魚のように空中の軸が大変なことになってました。はいトゥクちゃん、トゥクタミシェはもう多分ロシアの女子の中では最年長かな。でかつこんだけトリプルアクセル飛んでるって、やっぱり彼女は彼女でまたもう異次元だと思うんですよ。やっぱトゥクタミシェは出てきた時ってやっぱりすごいジャンプ上手やなっていう、それこそ身体能力高いなっていう感じだったんですけど、やっぱちゃんとその年々こうロシアからこんだけすごい選手たちがね出てくる中で、下の子はもうやれ4回転もうそれこそトリプルアクセルがいっぱい飛んでくるわけですよ。普通やったらもうメンタル削られるぜっていう、それでもやっぱそのスケート愛というか
なんかうちスケート好きやねんみたいな、めっちゃ好きやねんっていうのがもうめっちゃ好きなんですよ僕は。もうなんかそのハートでぶつかってる感じがスケートに対して好きやねんっていう。だからなんか北京行ってほしいな。トクタミもう行ってないんじゃないかな。オリンピックは世界チャンピオンになったことはあってもオリンピックの経験はないって、なんかそれはそれでやっぱすごいですね。ロシアの女子のやっぱ層の厚さというか、あとコストルナやね、彼女のなんていうの、そのスケートのなんか質感の良さっていうのかな、一歩一歩のそのスケーティングもすごく上手だし、やっぱ踊りとかもすごく上手だし、ただちょっと最近プログラム見る感じちょっと体力部分で元気がないかなって思うことはあるんですけど、その2019年20年シーズンのすごいこう、まあ、トゥルソワとかシルバコワに勝ってたシーズンに比べるとちょっとあの前よりパワーがちょっと減ったかなっていう感じはあるんだけど、まだまだなんかできるポテンシャルはある選手だと思うので、まあ、トリプルアクセルもねエテリコーチから戻しなさいっていう風に言われてると思うので、多分もっとクリーンな状態にしてこのカナダ大会には臨んでくるはずだと睨んでます。はい、カナダ大会も本当見どころ満載で目が離せないと思うので、ぜひ皆さんまあいろいろねネットとかテレビで選手応援してください。よろしくお願いします。